はい、皆さんこんにちは、榊敦史です。ね、マンションのこともね、何か言わないとね、一応マンションのことについて何やかんや言うのが本業ということになっておりますんで、前にも一部触れましたけどね、晴海フラッグというのはございます。東京都中央区晴海というところにできる選手村の跡地をこうマンションに変えるという壮大な計画があるんですけど、その壮大な計画はなんか壮大な失敗になりそうな路線を突き進んでいるわけなんですね。若干説明をいたします。 晴海という、まあ、埋め立て地なんですけど、割合、まあ、昔から陸だったんですね。もう戦前から陸だったような気がしますけども、そこに東京都がもう土地をほとんど持っていたわけですね。だからちょうど選手村にええんちゃうのということになってですね、そこに選手村を作ることになったんですが、その選手村を作るためにですね、まあ建物を作らなあかんでしょう。で、その建物をそのままマンションにしようやないかという話になってですね、東京都がですね、むちゃくちゃ安い値段で、10社連合にその土地を売ったんですね。で、売って、そこに選手村を、まあ、10社が作るんですね。で、その選手村を作ったための費用を補助して、なおかつですね、選手村仕様のものをマンションに変えるための費用も東京都が出すということになってて、非常にですね、10社としては多いし、事業なわけです。まあ、売れればの話ですよね。売れれば美味しい事業だったんですね。で、それがですね、去年から売り出されたんですけど、晴海フラッグというね、名前で売り出された。どこに旗立ってんねんって言いたいんですけど、まあそれはええとして、売り出したマンションがですね、これが、坪単価がですね、304万円やったか307万円やったかな、その辺なんですね。当初のね、なんて言いますか、その土地を売るためのね、まあ、レポートみたいなのがありましてですね、これ第三者が作ったということになってるんですけど、それによると250万って書いてあるんですね、坪単価。250万はまあせいぜいね、260万で出てくるのちゃうのというふうに注目が集まったんですけども、出てきたら307万とかで、高いやんこれみたいなことになってですね、まあ、一応公式にはですね、940戸、第1期と第1期2次ですか、第2期かな、よう知りませんけど、2回に分けて売り出してですね、940戸が販売されてですね、オフィシャルに890何戸が契約されたというふうになってるんですけど、まあ、往々にしてそういうのって大本営発表なもんですからですね、あれですね、業界内ではその通り受け取る向きはほぼ少ないわけです。まあ、600はいってるでしょうけどね、700いったんでしょうかね、まあ契約がね。まあ別に800でも700でもいいんですけど、そう契約した人というのはですね、手付金を払って契約をしています。で、手付金っていうのは上限2割なんですね、販売額。だから8000万の人はだいたい1600万までですね。で、加減はないんでね、いくらでもいいんですけど、手付金は。多分ですね、このご時世、高めに設定するんですよ。まあ1割は絶対入れてくださいというふうに言ってると思うんですね。だから8000万のマンションだったら、まあ800万ぐらい入れてる人がほとんどじゃないかなっていうぐらい私の想像でございますけどね。で、今回ですね、開催が1年延びたということになりまして、そもそも2023年の3月かな、引き渡しだったんですね、予定がですね、それ今もね、ホームページ見ると変わってないんです。と思いますけどね。23年の3月下旬に入居予定と、になったんですよね。2022年の秋に建物が竣工するとだったんですけども、改正が2021年にちょうど丸1年、伸びたわけでございましてその21年に伸びたことによってこれも1年ずつ伸びるんですかという話なんですけど、そのあたりがまだよう分かりません。
まあ、バタバタと決まったわけでして、まだそのね、どういうふうに段取るのかというのが決まってないから変えられないんでしょうね。というか決められないんでしょうね。売り主側としてはできるだけ早くね、その丸1年延びたら24年でしょ。もうそれをできるだけ早く23年3月になるべく近い時期に引き渡ししまいたいと考えてると思うんですけど、まあもうその4145個分の工事ですからね、そうそう簡単でないし、まあ業界今のところ人手不足でございますからね、その工事の予定もですね狂ってきたわけであって、まあ、1年ずれたから1年ずらしてやってって全部が全部そうできるわけではないのがこの業界でございまして、まあものすごい調整をしてるんだと思います。だ場合によっては2024年の3月でさえ引き渡せないかもしれないこともあり得るんですね、この業界としては。今の時代ね、人いませんからね。で、今までですね、その契約された方っていうのが、まあ、800人いらっしゃるのか、700人いらっしゃるのか、600人なのか知りませんが、はその800万なり払ってるわけでして、その1年の仮に1年やとしますとね、1年延びるの嫌やと、だから手付金返してくれ、俺は解約するというふうにおっしゃってもですね、多分契約書上それはできないことになってるはずなんですね。今のこの騒ぎはですね、あれですね、災害と同じ扱いになると思いますね。だから災害っていうのは誰も責任を負わなくていいっていうことになってるんで、売り主側の責任ではないということなんで、まあ、確かにそうなんですけども、だから解約には応じないということに、なってるんだと思います。これも想像ですけどね。そうするとね、契約された方やきもきしてると思うんですよ。ほんまはいつになったら入れんのみたいな、子供の学校決めてはったんだけど、その子供学校あかんねんけどってどうすんのみたいな、そういうふうにやきもきなさってると思うんですね。だから早くね、決めてあげた方がいいと思うし、これでまたね、940個売り出したわけであってですね、あと理論的には3100個残ってるわけですね。その3100個を本来3年かけて売らなあかんということやったんですけど、まあ、4年になったんでね、それはええ話なんですよね。4年かけて3000個売れるかって言ったら、まあ、おそらく売れないと思いますけど、おそらくは売れないと思うんですけど、まあまあまあ、期間が伸びたというのは、まあ、まあ仮に1年やったらね、4年になって、伸びたことは悪くはない、販売側にとっては悪くはないことですね。で、この先どうなるのかということで、この前気になる話があってですね、小池さんが、都知事の小池さんが軽症者用の病院にしようやないかっていうような話があって、もうそのまあ、おそらくそれはよほどね、たくさんの方がね、そういう必要に1日1万人出てくるとかね、そういうことになったらね、もう足りなくなりますからね、ベッドが。ほんだらそこにしようというようになるかも分かりませんけども、もう今のところ可能性は薄いんですよ。もしそうなったらまためんどくさい話になるんですよ。その、まあ、そういう、また1年ぐらい伸びるという話になるかも分かりませんし、売り主はもう猛反対してるでしょうね。でもまあ、日本の法律上ね、その指定というのをね、感染症の指定っていうのをされたらですね、そうせざるを得ない場合もあるんで、ゼロではありませんが、まあ、おそらくはないやろうなというふうには思いますね。で、まあ、それよりも根本的にね、高値で売り出したというところがネックになってね、まあ、おそらくね、例えば来年ね、五輪が開催されて選手村として使われて華やかなイメージが残っても、まあそれ以上にこう世界中が不景気、不況、大恐慌みたいになってなりますから、そんなマンション買うどころちゃうやんという人の方が多くなるわけですね。でこれなんと言いましょうね、よほど安くないとね、転売屋みたいな人はもう買いに来ないと思うんですよ。なんで実需がほとんどですからね。で実需はほとんどで、中堅所得者以上の人向けなんで、まあこれから不況が来た場合ね、そういう人たちってやっぱしね、リストラの危機もあるでしょうし、まあどうなるか分かりませんよね。ボーナスが予定通り、思惑通りというか入ってこないという場合もあるでしょうしね、だからまあ非常に販売は苦境に立たされるということになろうかと思います。
で、物件自体ね、私は決して勧めません。理由は駅から遠いからなんです。もうそれにつきます。もう毎日毎日ね、もう徒歩17分とか19分とかね、19分、20分、21分とかあって、これね、敷地の端っこから駅の入り口までですからね、その敷地の端っこに行くまでに、タマンやったら5分ぐらいかかるんですよ。そんなんね、ありえませんよ、毎日20分も、25分もね、駅の入り口に行くまで25分もかかるなんていう生活、ありえないでしょ。で、BRT っていうのは走るとか言われてますけども、BRT のね、停留所に行くまでさえ10分ぐらいかかる物件もありますからね、建物もありますからね。大体BRT 輸送力がないですから、とてもこの人数、この個数に全員入った場合、間に合わなくなるわけであって、それこそもうチャリンコで通ってくださいとか、そういう話になるわけですよ。まあ、チャリンコで大手町まで多分30分もかからないと思いますけどね。まあでも雨の日どうすんのって話もありますしね。ね、勝どき駅今でもね、パンパンなんでしょ。こんな、これできてね、またね、タワーマンション、駅直結のタワーマンションも今作ってるでしょ。それもできてくるわけですよ。ありえへんやんと。だから物件としてはね、まあ、ありえない物件です。私から言わせれば。で、華やかなね、選手村のイメージが残ってるうちはね、中古で売り出してもね、それなりにね、買い手つくと思いますけども、もう10年経ったらそんなん忘れてるでしょ。築10年で駅に25分もかかるようなマンション、買わんでしょ、中古で。中古で買う人がいないということはね、資産価値がないということなんですよ。だから決して私はお勧めしませんというか、まあ、どっちからかって、おやめなさいというタイプですね。はい。そういうマンションの販売が、ちょっとこう、ふわふわっとこうなりかけてるわけであって。今からね、こうやっててね、その、まあ、当面外に出られませんよね。もうまあ2ヶ月続いたとしたら、もう6月でしょ。で、6月過ぎたらもう夏なんですよ。夏休み入るんですね。普通夏休みって販売しないんですよ。だからこのマンションね、去年ね、あの時期に売ったはったんです、7月。ほいでね、お盆の時期に契約したはったんですよ。よっぽど追い込まれてんなと。僕そんな見たことないですよ。この手のね、有名物件でね、そんなお盆に契約やなんて。お盆ですよ。みんな予定あるでしょ。ほんまに。まあそういう迷走、そもそもが迷走物件がさらに迷走しているというお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。